小さな水槽の中に広がる美と癒しの世界。揺らめく水中を見ているだけでも楽しいアクアリウム。やってみたいけど難しそうと諦めていたあなたに送る、誰でも簡単癒しのアクアリウムを作ろう。憧れのアクアリウムの作り方が一からわかる。水系デザイナーの東條久幸さんが優しく丁寧に教えてくれます。基本的な器具の選び方、水槽内のレイアウト、オブジェは対角線を意識して配置しましょう。そーっとやってみてください。砂とかがない。はいはいはい、大丈夫です。こんな感じです。そう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 、必ず汚れてない。お手入れの仕方、手癖をつけてください。一見汚れてないようでも苔は必ずついてますので、はい、水替えはこの程度で十分です。溶岩石で水の中で、ワンランク上のテクニックまで、音と泡が出ないように工夫してます。3、2、1。おお、いいでしょ。いいですね。これを見ればその日からあなたのお部屋が水族館。誰でも簡単癒しのアクアリウムを作ろう。